浅草橋ヤング用品店っていうバラエティ番組を立ち上げて、そこで中富徳さんとか金満福さんっていうスターを、僕は尊敬してますよ。彼がすごい尊敬してる。先ほど有名人の方っておっしゃいましたけど、もし名前挙げても OK な方いたら誰か。全然大丈夫ですよ。はい、誰ですか、ちなみに。いや、いっぱいありましたよ。ミノモンタさんとか、はい、出たー、すごい、いろいろ人来ましたよ。僕は運がいいって自分が分かってる。なんか不思議ですよ。なんかいろいろすごい苦労して、うん、もう諦め、もうダメだなと思ってパッと開いちゃうね。いろいろ誰が助けてくれたのね。自分も不思議なの。作家の島津です。よろしくお願いします。この番組はですね、世界の料理を知れば人生はもっと楽しいというコンセプトで、世界の料理好きな皆さんと食にまつわる情報で異文化交流しようという番組でございます。今回はですね、こちらのメンバーに来てもらっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回刀削麺を日本に初めて提供した陳家私菜のちっさんが登場。はい、はじめまして。はじめまして、よろしくお願いします。刀削麺の美味しさの秘密を教えてもらいました。そうです、そうです、やっぱりそれは技術ですね。技術、やっぱそこなんですね。あれすごかった。さらに陳さんの料理人人生にも迫りました。男つらいという映画があってね、あ、トラさん、そこで見て、男は辛いよですね。感動しました。そこは日本で興味を出した。そしてホームレス体験も、完全にホームレスの生活だったんですよ。すごい、食べ物もなくて、センチュリーホテルの裏側の出口でね、パンの耳ね、ミートか、パンの耳、拾って、ここでね、ずっとパンの耳食べてずっと、苦しい時に支えてくれた人も、銭湯まで連れてて、うん、やっぱり今思い出すとね、いつも今は亡くなっただけど、おじさんすごい親切してくれた、うんうんうん、本当今生きてたら本当にいろいろやってあげたいってね、誰でも、うん、温かい言葉かけてくれなくて、あのおじさんだけ本当にいい人だよ。さあ今回はこの続きから。僕、はい、放送作家としてやってる、まあ、会社がロコモーションという会社があるんですけど、はいはい、その会社がですね、浅草橋ヤング用品店っていうバラエティ番組を立ち上げて、そこで中富徳さんとか金満福さんっていうスターを、僕は尊敬してますよ。彼がすごい尊敬してる。料理にかっこいいよ。あの92年当時ってまだまだ料理人に脚光が浴びてる時代じゃないところに中華のスターを生み出して、その後料理の鉄人とか本当に料理人にスポットが当たっていく時代を、はい、まあ、陳さん同時に見てたと思うんですね。それはどのように見てました？あ、やっぱりなんてな、特に周富徳なんかすごい厳しいんだけど料理はうまいんですよ彼は。すごいだな、天才だなと思って、普通の人そこまでの味は出ないんだよ。やっぱり料理も、ね、努力だけじゃないんですよ。やっぱり繊細的な生まれつきのこういうなんていうな、こういう持ってるの繊細的な部分がやっぱありますね。難しいね、彼みたいのなかなかなれないんですよ正直言って。天才ですよ、天才なんですかそこは。彼やっぱ僕一番尊敬してる料理人、100年なんか一人しか出ない。日本なんか一番すごい腕持ってるの中華の料理人、うん、やっぱりそうなんですか。そう、あまりないね、今もない。僕見て、あ、この人すごいだなってあまりない、ね。そうなんです、ね。僕なんかね、ちょっと身近にいたから女好きの周さんぐらいの、なんか若干余計な情報が多かったんですけど、陳さんから見てやっぱリスペクトするぐらい素晴らしい方なんです、ね。いや素晴らしいですよ、本当尊敬してます。その一方でなんか僕もそんな知らなかったんですけど、その例えばエビマヨみたいなのも実は周さんとか、彼発明したんですよ。実は作ったっていうのは後から知って、あれってもともとの中華料理じゃないんだとか。そう、彼のエビチャーハンとかすごいんですよ。なかなか難しいんですよ作るは。
簡単に見えるけど難しいでしょ。いや金さんなんか本当にね、木から吊り下げられてるとかね、そんなとこしか見てなくて、この人大丈夫なのかなと思ってたら、本当にね、新横浜のプリンスの料理長とはすごい人なんだって、ね、思ってましたけど。そうですね、なかなか、まあ、少ないね、ああいう人。やっぱり特別なんですね。で、そんな中で、まあ、陳さん自身、95年ですか、ご自身のお店構えられて、はい、で、その後、ね、激辛ブームを、実は、陳さんが皆さん作ってるんですよ。でも、すごい。一言で今、激辛ブーム作りましたって言うけど、それまでの味覚の常識をひっくり返すわけじゃないですか。うんうん、ここをどうやってひっくり返すんですか？やっぱり、なんていうんだろうね、時間ですよ。何年って年数経てて、やっぱり今までもうね、ほぼ30年近くなってきてるから、やっとみんな認められたっていうこと。やっと認め、やっぱり慣れですよね。だんだん慣れてくると、最初僕やってるの、はい、本場の麻婆豆腐とか、みんな辛くて食べられないって言われる。その時の日本の麻婆豆腐、ちょっと甘いの傾向があって、うん、甘いですよね。全然辛くなくて、香辛料もなくて、うんうん、僕はやっぱり、これは、ちょっと麻婆豆腐じゃないかなと思って、うん、自分は本物の四川の麻婆豆腐を紹介しようと思ったんですよ。だからそのままの味で最初スタートしたの、うん、でも最初大変だったよ、うん、大変だって慣れてないから、うわこんなん食えないよって客より疲れるんじゃない？お客さん全然いないんですよ、うん、僕最初はもう赤字でずっと赤字ですよ、うん、みんな周りね、陳さんバカだな、周りみんな広東料理、上海料理流行ってるから、なんでこんな本場の四川料理認識してる。でも僕いつかみんな分かってくるが信じる。いつか分かってくる。もう変えないですよ。ずっと四川料理一本で、やっと分かってきたんですよ。だんだん。実はそれ、どれぐらいかかったんですか、時間。1年半ぐらいかな。1年半と2年ぐらい。じわ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 っていう感じです。じわじわ。まあ結構有名人も結構食べる。来て美味しかったとか、ね、なまた取材とか入ってきて、はいはいはい、その時の団中とか連続乗りましたね。なるほど。そういうテレビ局も殺到して、ずっと上で地下だからずっと上まで並べたんですよ。もう逆転ですよ、もう地獄から天国ですよ。自分もよくわからない。そこまで流行ると思ってなかった。やってないから。本場の味を伝えただけなのにっていう。そう。でもそこが、やっぱりフロンティアだなと思うし、うん、なんて言うんだろう。言ってみればね、メジャーリーグの大谷選手の二刀流じゃないんだけど、できっこないじゃんって、みんな言ったと思うんですよ。そんな辛いの日本人食べるわけないじゃんって。そう。散々言われても、1年半ですか？とりあえず。いや、絶対来るって。辛いもの不思議なんですよ。だんだん食べれば食べるほど強くなってくる。慣れてくるんですよ。本当ですよ。不思議なんだ。で、慣れてくるとまだ食べたくなる。そういう、なんか病みつきっていうか、癖になるんだよな。そこは不思議なんですよね。多分そこなんだよね。あと、ストレス解消もできる。特に疲れの現代世界、結構スピード速いじゃないですか。昔と比べると。あと人間関係も薄くなってきてるから、そのストレスのなんて解消というか、破産とか、そこの辛いものを食べると、やっぱりいろいろできるんだな、自分の精神的。そういうもありますね。一つ時代の産物かもしれない。ちょうどその時代に合ってるかもしれない。みんな求めてるからね。求めてるものは流行るんですよ。求めないものは流行らない。うん、世の中そういうもんですよ。え、逆にこれは流行らなかったなっていうのはあります？ありますね。あ、やっぱそうですか。もういっぱいありましたよ、今まで。いっぱいあります。試行錯誤、もうこれがいいと思ったら全然流行らなくて、うん、いっぱいありましたよ。やっぱり何千回何百回でいろいろ繰り返して、まあ、諦めないでずっとやり続けること、一番大事ですね。いつか認めてくれる、うん、いつも自分で信じて、それやるしかないね。うん、
いや、しびれるお話ですね。話がしびれます、このプラネットオブフードもなんとかしたいんで頑張ります。はい、うん、いや、いい話だな。頑張ろう。いや、なんていうんですかね、僕もこのチャンネルね、もっと行くかなと思ってるんだけど、いや、まだまだ行かないから、今日ちんさんになんかどうしたらそう諦めずにね、やってこれるのかって何なのかなと思って。何でも諦めずにずっと続けて、自分が信じて、うん、絶対成功できるよって思って。なるほど。はい、まあ、当然挑戦あるよ、うん、ちょっとずれてるかな、少し自分が道にもうちょっと調整したりとか、それも大事ですよ、うんうん、ただ自分で決まったの道はずっと諦めずに最後まで歩くっていうのが一番大事ですね、うん、なるほど。ちなみにですけど、先ほど有名人の方っておっしゃいましたけど、もし名前挙げても OK な方いたら誰、あ、全然大丈夫ですよ。はい、誰ですか、ちなみに。いや、いっぱいありましたよ。ミノモンタさんとか、はい、出たー、すごい、いろいろ人来ましたよ。もうミノモンタさんとかイケイケの頃じゃないですか。ミノモンタさんすごい毎日来るんですよ、その時は。今 TBS 辞めちゃったじゃないですか。いつもブランデーとかウイスキーしか飲まない。うん、氷じゃなくてシェイクしたのやつ飲むんですよ。でも細かくして。うちの麻婆豆腐大好きだ。そう、麻婆豆腐なんで流行らないですか、みんな取材してよって言って、彼のおかげも大きいですよ。うん、いや、それすごいですね。ミノモンタさんのおかげも大きいですよ。すごいな、うん、やっぱそこの一流に認められるっていうことがね、あ、やっぱそれもポイントなんだろうな。なるほど、すごい良かったじゃないですね、うんうんうん、やっぱりそれも感じますか。運の良し悪しってどう思われますか。僕は運がいいって自分が分かってる。なんか不思議ですよ。うん、なんかいろいろすごい苦労して、うん、もう諦め、まあ、もうダメだなと思ってパッと開いちゃうね、うん、誰が助けてくれたのね、自分も不思議なって。でもそこでなんか心がけてることって何かありますか。運って多分少なくとも自分から動かないとつかめないなとは思うんですけど、陳さんなりのその運のつかみ方とか、何か、あ、これは俺運がいいなって思うポイントとかって何かございますか。やっぱり努力ですよ、ずっと努力。チャンス、なるほど、チャンスあったらすぐ掴む、うん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 、チャンスあったらすぐ掴む。ただね、大体100回なんか99回はダメですね。たまたま運が良かった1回で掴む、うん、なるほど。やっぱ努力、そういう意味も込めて運が良かった。その100回の1回を掴んだっていうことの運の良さもあるしっていう。そうですね。いや、でも挑戦してるからその1個を掴めたっていうことですもんね。うん、素晴らしすぎるな。はい。ちなみにね、今現在7店舗を構えてらっしゃる中で、まあフランチャイズにしないかっていう声もたくさんあったと思うんですけど、そこに踏み切らない理由は何なんですか。やっぱり味落ちるんですよ。もう結構いろいろ有名の業者も来てるんですよ、うちとか。フランチャイズやりますかとか、上場しましょうっていう話、結構いっぱいありました。ここ全部断った。特に上場の話になると、要は、豚でね、3ヶ月か3年こういう買って、売って、さばいて、市場に売るっていうよりも、僕は子供みたいもんですよ、この7店舗。子供から育ってきて、子供は売らないんですよ。なるほど。愛情とか涙とかそういういっぱい入ってるから、うん、そこは僕できないんですよね、うん、自分子供みたいもんですよ。親は子供を産まないよ、お金の問題じゃないよ、うん、当然上場したら絶対何百億儲かるよ、うん、でも僕はやっぱりそういう求めてないんですよ。やっぱり今まで沈下性の味でね、うん、今まで汗水垂らしてここまで努力したの、うんもの、うん、それでこういう工場とかこういう作ってさ、冷凍物作って味落ちて、何なんだよ、うん、今の沈下菜昔と違うよ、うんうんうん、その時の沈下菜良かったとか、そういう常連さん全みんな離れるとすごい心痛いから、うんうんうん、その常連さんで絶対やっぱりそういう味はずっと守って喜んでもらいたいということが僕のずっと心の中ずっと変わらないですよ、うん。
やっぱお金だけじゃないんですよ。ある程度あればいいんですよ。みんな喜んでもらうのが一番大事。いい話だな。ました。もうね、そんなこの話聞いてね、陳家私祭行かないやつはバカですよ。はい。ということで、皆さんね、ぜひ陳家私祭行ってください。はい、はい。ということですね、陳さん、今日はありがとうございました。次回はですね、麻婆豆腐、さらにはですね、スパイスの魅力を教えてください。はい。はい、皆さんご期待ください。それではですね、最後までご覧になった皆様、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ご意見、ご感想もお待ちしております。それでは今日はこの辺で、皆さんさよなら。バイバイ。またねー。バイバイ。バイバイ。